2016年にずっとラベトレーナーのマイナーリーオークションで日本1位から世界1位になった時の記録で最大に1億円近くの資金が回ってきました。マイナーリーオークションの投資方法は稼げる戦略方法を見つけて、その勝率の良い順番と着眼で投資します。またそれだけでなく、稼ぎの悪い戦略方法を見つけて、その勝率の悪い順番と着眼での論理判定で投資します。稼げる思考、戦略方法は2年が残りますが、無限でありますので稼ぐことは何時までもできるでしょう。趣味は無限に稼げるようになっても自分の軍事力や力は良くないと世界の人間団体から核爆弾を落とすようにまで力かけてきます。それに当てない力は人間ではあるんです。はい、半前先生です。これ私ですね。これ、こちらね。2016年ね、日本一から世界一になった記録のですね、ホームページの私の写真と記録です、ね、ROI が 889% ですね。かなり上昇してますね。でですね、ここにね、リストが載ってまして、世界一だよということをね、これ一番上なんです、ね、日本ね、私が一番になってます。これが成績ですね。で、40万9774ドル、約ここでは5000万ですね。ピークはもっと上がってます、ね、1億円近くなってます。それからバイナリーオプション ID というのは私の ID だったんですけれども、もう一つ持ってまして、それでもかなり大きい金額で投資しておりました、ね、これがね私のリストの記録なんですけども、約1億円近く投資しておりましてね、毎日ね、バイナリーオプションで、1億円近く投資しておりました。ここね、ここが半前山先生、私1位ですね。で、1位になり2016年ですね、2016年にこの私がですね、世界バイナリーオプションのスペシャリストの地位になったんですね。億万長者の地位になりまして、まあ自家用ジェット機ぐらいは買えるというぐらいに現在なっております。自分のね自家用ジェット機で、ね、所有できます。で、こう私の写真ね、もう3年前ですね。今2019年ですから、1月ですからね。ズルトレーダーですね。まあ現在ズルトレーダーは FX 統一となってるわけですけどね。で、大事なのはね、この文章内容ですね。これは非常に大事なんです。これね、2016年にズルトラベトレーダーのバイナリーオプションで日本1位から世界1位になった時の記録で最大に1億円近くの資金が回ってきました。バイナリーオプションの投資方法は稼げる戦略方法を見つけて、その勝率の良い順番と逆番で投資します。またそれだけでなく、稼ぎの悪い戦略方法を見つけて、その勝率の悪い順番と逆番での論理判定で投資します。稼げる思考、戦略方法は2年が残りますが、無限でありますので稼ぐことは何時までもできるでしょう。趣味は無限に稼げるようになっても自分の軍事力や力が良くないと世界の人間団体から核爆弾を落とすようにまで力かけてきます。それに当てない力は人間ではあるんです。これは大事なことです。要注意することですね。稼ぐ戦略方法の秘密をここにね記載しています。で、最も重要ですね、重要なことなんですけども、ここにね記載してるんですね。で、重要なね、ことでね。で、まあ、このようにね、2016年、
40万ドルですね。40万9774ドル、日本円で5000万でしたけれども、その金額を1日に何回もというか毎日投資してたわけですよね。でこのグラフのように成績でね、非常に、勝率が高い成績でね、世界一になりました。その私ね、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。私ですね、現在だから自家用ジェット機が買える身分です、ね、そういう地位であるということをね、億万長者であるという、世界の億万長者であるということをよく知っていただきたいですね。このように証拠をお見せしておりますけれども、現在のホームページでもお分かりになりますでしょう。まあ試験投資の成績ね、いかにスペシャリスト者の投資方法というのは乱暴に投資しないということですね。一個ずつ投資して、ほとんど一個ずつ投資しているということですね。で、大事なことはここの文章ですね。この文章の内容は最も大事なことなんで、ぜひね、記載しておこうと思いましてね、世界一になった先生のね、名言というようかね、ちょっと記載しておきましたから、ね、特に勉強していただくようにということですね。で、このように2016年にはだから1億円近くね、投資しておりました。アイディア2つ持ってるんですね。で、ここでもこの金額、日本円にしますと5000万以上になりましてね。で、ピークではないんです。もうちょっと上がってるんですね。実際はね。これは、最初の方です。ちょうどピークに上がってきた時ですね。1になった時ですね。これからまだ増えてます。資金はね。ということでしたね。どうもありがとうございました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。2017年は世界第2位でしたね。そんなことですね。現在ゼロトレーダーは FX 統一となってます。ありがとうございました。またよろしく。